everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンスタウンスタジオから旧名古屋お送りいたします。今ね、コロナウイルスの関係でね、マスクが本当に品薄になってますよね。私ね、滑り王子マスクマンでございますけども製造も販売もしておりませんので、ね、ご了承ください。はい、お隣。はい、おもり生活突入土日ですけど、デザート作りに燃えている味噌煮込みスキーと、今日は会社で、今いる部署の最後ということでちょっと飲んできました。あれ、そうなんだ。ダサズでございます。いい気分かな。大丈夫ですよ。はい、はい、今週のテーマは仕事、ジョブ、ジョブ、ジョブ、ワン、ワン、ク、ク、ク。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。そして今日は電話のゲストコーナーがあります。本日の電話のゲストは、ラジオショーでおなじみ、長谷尾蓮香さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、コンクリート整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、そして個人スポンサーさんとして真っ赤なメルセデスさんです。こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい。あれ、音楽がなんか変わったような気がするけど。今日から変わりました。なんか雰囲気が違って。はい。なんか出だしを一瞬わかんなくなっちゃった。なんか軽やかな感じになってましたね。春らしく。はい。でしょうね。はい。では早速、テーマできてますので読みたいと思います。はい。ラジオネーム、名古屋ちまなさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。桜は満開ですか？綺麗でしょうね。続き、いきますね。アンサー1です。ん？あれ？どっかの番組に似てますね。楽しいです。アンケートかな？アンケートかな？アンケートかな？うん、はい。アンサー1です。楽しいです。転職かな？楽しいです。居酒屋を始める前に別の仕事をしていたので、居酒屋を始めた時は周囲の人たちから、やっとやるのね、食べ物屋さんと言われました。これは私の人生の最後の食後にしようと思ったので、最後にやっています。いつまで続けられるかはわかりませんが、頑張りますね、ということでいただいております。もういいですよね。もう王子はね、こうやってね、食べる、飲めるとこ大好きでございますからね。末永くね、やっていただきたいと思います。島田さんのお店美味しいですよね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ続いてですね、ハイタイ、名古屋チームの皆さん、こんばんは。トマトとモッツァレラの組み合わせがまだ1位。アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。仕事で学んだのは、遅刻はしちゃダメ。お客さんの立場になる。仕事は分けて、他の人にもさせる。そしたら自分の負担を軽くできて、
他人のことも信用できるようになる。みんなコロナにかからないように用心しましょう。これなかなかいいあれですね。仕事で学んだことね、遅刻はしちゃダメ。そりゃそうですよね。遅刻はしちゃダメなんですけど、王子はね、起こしてもらわないとね、起きないよ。だからいつも遅刻なんだよね。おだまり。あれ、いつものアレックスさんの今日ないんだよね。あら、残念ね。今日はね、よかった。いつもね、ドキドキしてるからね。本当？はい。では次いきますね。ラジオネームは、卵屋さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。志村けんさんが亡くなりました。残念です。涙。テーマ食堂ですが、うちは港湾の埠頭の休憩所、従業員4人の小さな福利厚生施設の食堂です。朝定食300円、ランチは500円の定食。コロナウイルスだから暇か。いえいえ、港湾で働く人たちばかりだから安心なので今は大混雑です。値段は安いし、うちのチーフはこんな時だから美味しいものと変わったランチを作ってます。今日の B ランチはマッサマラーカレーとお好きな揚げ物一皿のコンビランチ。マッサマラーカレーって何？って聞いたらタイのカレーだって。先週はブラックカレー、今週はマッサマラーカレー、あとガパオライスとかタコライスも出てきます。ラーメンはつけ麺などの変わり種もあります。今は激辛つけ麺が一番人気。あとはうどんやそばの定食には炊き込みご飯など、たまに松茸ご飯や今ならあさり飯。ABC のランチは全部日替わりです。これからのメニューが変わるがある、これらのメニューが変わるがある出てきます。あとはカレーが350円。おお、安い。うどんきしめんそば250円。すごいな。すごい。行きたい。コロナウイルス対策としては、ピーク時に窓を開ける、手洗い場を毎日きれいに掃除して、お客さんが手を洗えるようにするなどしています。他にも各埠頭に全部で4つセンターがあります。メニューはチーフの得意分野によって違います。おお。値段はすべて一緒です。これが私の勤めている食堂の紹介です。美味しくて安いと思います。もちろん一般の方も利用できます。そうなんですね。で、画像は食堂から見たレゴランドのようなコンテナの絶景、綺麗に並んでるでしょうということで、写真にツイキャスの方見えるでしょうか。すごい、コンテナがすごい並んでる。ああ。うん。ね、レゴブロックみたいになってますね。ということで、ね、そういう食堂、はい、本当に安くて美味しいお店がね、うん、たくさんあると思うんですけどもね。王子もね、近くに行ったら寄りたいなと思うんですけどもね。ね、すごいちょっと気になります。このカレーが美味しそう。うん、なんかね、もうイメージ的にね、もう、ね、いろんなもの、このうどんなんかでもね、美味しそうな感じがしますね。ね、うん、すごいな。250円きしめん食べたい。安いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。王子、ちょっと今、近結なので、朝昼晩行ってもいいかな。ね、はい、じゃあ続いてですね。はい、タイ、沖縄からこんばんは。ぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。よろしく、ウニゲーサビラ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、仕事。私は、パルサーしています。畑仕事。沖縄の旬な野菜を育てています。今日の沖縄は 25.6 度。めちゃくちゃ暑かったです。でも、めっちゃ汗だくに、泥だらけになっている毎日ですが、日々大きく育った野菜や果物たちを見るだけで、それを美味しそうに食べていただくことが私の定食だと思っています。今は世界中がコロナで大変な毎日ですが、頑張っていきたいです。いつか名古屋に遊びに行きたいです。ああ、そうですね。いらっしゃいませ。ね。ね、この一連の問題が、ね。落ち着いてからね。そうですね。はい。お待ちしてます。お待ちしてます。はい。では続きまして、いいでしょうか、はい。ラジオネーム、マロニゲさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、仕事。マロニゲは、今の職場に入社して1年1ヶ月になりましたね。今まで働いてきた職場の中で一番いい職場かもしれない。うん、何せ、社長さんが気楽に喋る喋る。待遇もいいし、融通も効くし、お歳暮には社長から大きなカニさんが自宅に届いたし。すごいいい会社です ね。クリスマスには従業員全員にケーキをワンホールあげたりと、何から何まで優しいです。
ま、毎日作業服姿ってのが気になりますけど、まあ、いっか。これからも気になごや聞きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。粋なことされる会社ですね。そうですね。はい、続いてですね、はい、こちらは元アシストメンバー稲沢の H さんからですね、ありがとうございます。ちょっといいですか、はい、そのメールは次のあでいいですか、はい、えあいいですか、いいですか、あじゃあお願いします、はい、いいですか、はい、こんばんは。今夜はラジオショー蓮華さんがゲストということで、はい、番組を拝聴します。蓮華さん、一宮のコミュニティ FM 離れてしまったんですか？蓮華さんなら長く続けられると思いましたがびっくりしました。私が一宮のコミュニティ FM の設立メンバーにいた頃に蓮華さんも後に仲間入りしお世話になりました。引っ越しを機に設立メンバーを離れましたが、今の仕事でたまに蓮華さんのお寺の前を車用で通るたび、蓮華さん元気かなと思いつつ、あの頃を懐かしく感じています。今夜はたくさんのリスナーさんに蓮華さんのことを知ってもらいたいです。皆さん、蓮華さんのトークは気持ちが安らぎますよ。大丈夫、王子がね、今日ほじくるからね。やめて、大丈夫かな。はい。ということで、はい。はい、じゃあ CM で、はい、この後は長谷尾蓮華さん登場でーす。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聞いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、すいません、ちょっとミスりました押し間違えました、すいません。今日はですね、はい、愛知県愛西市にある大宝寺の住職であり、ラジオショーということで、皆様おなじみの長谷尾蓮華さん、電話口に出ております。こんばんは。こんばんは。どうもお世話になります。長谷尾蓮華でございます。ラジオショーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、いつもですね、ラジオの方、はい、某局ですけども、拝聴させていただきまして、すごく楽しいトークをいただきまして、ありがとうございます。ありがとう。楽しいですか？楽しいですよ。いや、もうだって、ね、いろいろ言えないようなところを我慢してるところが楽しいです。言えない、収録の時はね、生放送なんですけども、一応。はい。
収録の時はね。はい。いろいろあるんですか、だいぶ切られますね。あ、カットされてるんですか。厳しいディレクター様でございまして。はい。はい。ね。ちょうど沖縄の方々と横ちゃんの番組によくメールを送らせていただいたり、はい。させていただいておりますが。はい。そちらの方だとね、大体ふざけてるか、なんですがね。いやいや。この番組は真面目でございます。いや、もうまあ、ふざけてるというふうには思いますけど、と、もうこれは、日の煩悩だらけの人かなと思ったんですけども。だらけなんてもんじゃないですよね、もう。はい。まみれてますよね。はい。いや、ほんと、1ヶ月半ぐらい前ですね。私、はい、お寺の方にお邪魔させていただきまして。ありがとうございます。その説はどうもありがとうございます。いきなりお邪魔させていただきまして、はい、ラジオの方よろしくお願いしますっていうお願いもですね、ずずしいやつだなとは思ったかもしれませんけども。何をしてもね、坊主なんかいなくないんだから、自分で。いやいや。まあ、その。偉そうにしてるだけですよ。いやいやいや、いや本当ですね。これだけですね、ここだけでお話しできるのは、はい、私いろんな お坊さん見てますけども、あまりなかったんですよね。そんなことない。みんなね、ちょっとね、お坊さんちょっと偉そうにしてるだけなんですよ。そうですか。私仕事でもですね、お寺さんとかね、神社とかこういったところ行くこともあるんですけども、はい。こういったふうにご対応いただくお坊さんね、実を言うとなかったんですね。あって偉そうだもん。あって、同じね、もちろん仏様はね、偉いし、はい。ね、亡くなった方は偉いですけども、もちろんね。はい。お坊さんはただのその取り振りだけですから、お坊さんが偉いわけじゃないの勘違いしたんですね、お坊さん。ああ、いやいや、そうなんですかね。と思いますが、そういうことを言うから嫌われていくんです。まあ、そのですね、楽しい、お話をお聞き、一緒に聞かさせていただいても、隣にいますので、変わります。はい。よろしくお願いいたします。はい。味噌煮込み好きでございます。こんばんは。あ、こんばんは。先日はありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔いたさせてください。とてもですね、お寺のイメージで大福さんの方、伺ったときに、なんか、すごく、はい、お寺でもちょっと明るいイメージがありまして。はい。なんかこう、なんて、お寺ってどうしてもやっぱりちょっとなかなか普通の人が行きづらいかなってイメージがあるんですけれども。ねえ、だからそこなんですよね。ね、お寺って、もともとなんかあったら行くとこだったんですよね。そうですよね。なんかそういう。昔、うん、落語でジュレムとかありますよね。子供が生まれたらまずお寺に挨拶に行って、はい、ママ連れてよっさんっていうのがちょっと前までだった。今もね、なんか偉そうだもん。そこがダメなんだよね、坊さん。そこでですね、大宝寺さんはなんかとてもなんかこうみんなをウェルカムっていう感じのですね、なんかそういう雰囲気を感じまして、ちょっとお寺のイメージが変わりましてですね。そして、はい、実際にね、蓮華さんにお会いして、なんか、はい、なんかとてもなんて言うんでしょう、こうね、親しみやすい感じと言っては失礼なんですけれども。いやいや、全然ありがたいです。それでね、なんか、いいなと思いましたけど、また、ラジオでですね、はい、ツイッターなんかでね、まあ、某沖縄の、ラジオ南国の夜なんかでね。横ちゃん同級生なんですよ。同級生で髪型が一緒だし、大体身長も同じで、体重もスペックがほとんど一緒なんですね。お二人で撮った写真を見まして、なんか本当に兄弟みたいな感じですね。流体離脱って言ってましたね。また、それがまたね、よくて、ね、ツイッターでも本当に、こう、リスナーさんとこう、なんか、とても気さくにね、こう、会話というかね、その、ツイッター上でも会話していただいて、ああ、なんか素晴らしいなと思いまして。いやいや、でもだって本当にお坊さん、ね、このままじゃお坊さん亡くなりますからね。いや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 。お寺亡くなっちゃうからね、うちは日本一敷居の低いお寺って目指してやってますね。そうなんですね。でも本当にその、こう、ね、誰でも、こう、なんて言うんでしょう、相談事があったりとか、なんかちょっと気になることがあったら、こう、駆けつけられるような雰囲気はとても感じられました。ありがとうございます。はい、
なんか、時々、まあ、ちょっと今は、もしかですね、まあ、時期的にコロナウイルスの関係もあって、あれなんですけれどもね、なんか、相談会もされているということをお聞きしたんですけれども。はい、いろんなね、イベントもあるし、相談会ってね、定期的にやってるんですよ、命の相談会。そうなんですね、命の相談会、はい。それによく来られますね。結構多くの方がおられますし、私のね、皆さんラジオ聞いてる方が、愛知県、大宝寺って入れると、はい、大宝寺うちのお寺のホームページに出るんですよ。うん、ああ、はい。そこにね、私の携帯電話番号とメールの番号が入ってるんです。あ、そうなんですね。うん、辛くなったりとかね、本当死にたくなったりとか、行きたくないなと思ったらそこに電話してください。ありがとう。あ、そうです。もうホームページを見ていただいて、もう、電話番号と、アドレスが載ってるということで、もう、本当に、こう、気軽にと言ったらおかしいですけれども、相談できるということですね。うん。頭おかしいでしょ？いえいえいえ、なんかそういうね、この時代ですから、なんかそういったこと取り組みって素晴らしいなと思いますけれども。いや、でも本当にね、それが防波堤になったらいいなと思ってるんですよ。実はですね、ちょっと、今、王将が頭おかしいでしょとか言われたんですけど、はい、もう、はい、王将も驚くぐらいおかしい人がここにいますので、はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。ますのでお願いいたします。こんばんは。はじめまして。滑り王子マスクマンでございます。よろしくお願いいたします。ですね、ダンサーズからですね、ラジオショーの、はい、これちょっとね、お聞きしましてね、どうしてもその小坊主がね、はい、頭から離れないんですね。小坊主がね、本当にね、私ね、王子のね、リトルプリンスとね、対決してみたい。いや、でも、まあ、ほぼ使えてないですもん、今ね、1割以下ですからね、あら、いや、これはもう本当にね、心静めて、コロナウイルスにも負けずにですね、はい、集中して、またね、なんかの機会にですね、お見せできればいいかなと思います。おだまり。いや、でもね、まあ、うち、奥さんにはね、もうあんまり優しくしてもらってないもんで。あら、王子も一緒です。もういろんなね、ところからね、オファーは一つもありません。お引き取りください。こんだけね、ラジオで喋って、外で喋るんですけども、家ではごめんなさいと、はいしか言ってないですからね。あら、本当ですか。もう、王子一言もね、喋れないですからね。片隅が小さくなってますから。そうなんですね。本当もう、会員になるのが一番です。もうね、ここのね、エリアにいるときだけがね、これだけトークできますからね。ただね、同じですね。いろんな話をさせていただいてね、真面目な話をしてるつもりなんですけども、各方面からね、はい、王子滑ってるよって言われますのでね、これがね、僕のね、悩みでございますね。お引き取りください。これから夏になったら寒くなるのが一番、涼しいのが一番ですからね。ありがとうございます。ね、ラジオショーもね、私とね、トークするときはね、はい、ダウンジャケットを用意してください。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。いや、こちらこそ。いや、でもいいですね。今年の2月、1月の末に沖縄行ってきたんですよ。あ、はい。実はCBC ラジオという番組、はい、ラジオ局の、はい。リスナーツアーで、はい。沖縄に行かせていただきまして、はい、よかったですね。ちょうど暑い日でした。あー、いいですね。ちょうどですね、1月の終わりでしたら、風が強く吹く前ぐらいですので、はい、いい時期じゃないかなと思いますけども。ね、桜も咲いてましたし、あ、はい。ちょうど3泊4日だったんですけれども、うん、ほぼ人参シリシリばっかり朝から晩まで食べてます。そうなんです。美味しいなーって言いながら。またですね、ぜひ沖縄の方もですね、はい、また美味しいものいっぱいありますので、はい、ぜひ、またご計画いただいて、お邪魔いたします。今年の実は、8月の末に、はい、沖縄に家族で、行こうと予定をしておりますので、まあ、ただ、世の中がどうなるかわかんないですけどね。今のこの状況ですよね。はい、状況がある程度落ち着いたら行こうと計画しておりますので。ああ、そうですね。その時は、宜野湾のあの店も行きますし。あ、横ちゃんですね。はい。はい。また、ぜひ、横ちゃんとも、素敵なクロストークを、兄弟で。はい。兄弟トークを。兄弟トークをいただいて。ラジオショー、ですね、はい、横ちゃんのお店にはですね、はい、私のね、はい、汗まみれのね、はい、レスラーマスクがね、ね、安置してありますのでね。それを、安置なんだね。そうなんです。拝んでみてください。
わかりました。はい。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は、はい、お時間となりました。今日は、愛知県愛西市にあります大宝寺住職の長谷尾蓮華さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、ラジオショーのね、ご利益あるトークいただきましたけど、マスクがすっかり台無しにしておりました。はい。もう何にも言えない。ね。本当にね、ちょっとお悩みがある方とかね、はい、相談したいことがある方はね、愛知県大宝寺で3点、はい、検索していただければね、はい、携帯電話ですね、と、メールアドレスが出てきますので、ぜひお調べいただければと思います。はい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 、っていうところで、いいですか？メール？はい。きます？そうですね。はい。はい。いいでしょうか。はい。読谷村のフルムーンイカリーです。こんばんは。こんばんは。こんばんはじゃない。ありがとうございます。今夜のテーマ、仕事。世の中、いろいろな職種、職業、仕事がありますね。そして、私を含め、いろいろな方々が従事していらっしゃるわけです。そこで私は思うのです。何のために仕事をするのかと。どんな仕事であれ、世の中の人の役立つこと、そしてその対価として給与だったり、ギャランティーをいただく、その結果、自身の生活が成り立つ、また家族を養うことができるということでしょうかね。究極の理想は自分自身がやりたい仕事、または得意とする技術を仕事として提供し、その結果人並みに、またそれ以上の生活が送れたら幸せでしょうね、と私は常に考えています。でも世の中、必ずしも生きるために、生活のために仕事をしている方々っているんですよね。収入面を重視して不本意な仕事をしている方々も世の中にいるのかなと。だからどんな職種の方も全員皆平等な生活レベルで生活できる世の中がいいのかなと考えたりします。でもこれって社会主義的な考え方になるんですよね。資本主義経済の我が国では当てにならない考え方なんですよね。甘っちょろい考え方になるんでしょうかね。また長文真面目すぎてごめんなさいということでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではもう来週のテーマをですね、はい、わあ、なんか今日ねツイキャスもいっぱい来てて読みたかったんですけど、はい、ね、じゃあ、また来週、来週ですね。よろしくお願いします。はい、メール、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ来週の発表、テーマ発表です。テレビ。早い早い。ちょっと。早い。いい、行くよ。はい。来週のテーマはテレビ。思い出のテレビ番組、最新のテレビ事情、テレビでの失敗談を教えてください。この番組は、陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライコンクリート整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。ではまた来週。また来週。はい、はい、今週ねたくさんメールもいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。セクシー切り株の海優さん、土木と林業の営業兼管理のお仕事してますということで、うん、結構忙しい仕事なんですよ ね、はい、おっぱいは才能くびれは努力さん、仕事、去年の10月に仕事を辞めて給食活動してやっと就職先が決まり、明日から新しい職場に初出勤ですということで、はい、ね、頑張ってください。メールは来週に、持ち越します。どうもありがとうございました、はい。